どうもー、寺一拓ですー。よいしょー。今年も参戦させていただきます三重県オールナイト。なんのこっちゃってね、パチンコスロット打たない人はね、わからないかもしれませんけども、パチンコ屋っていうのは基本的に営業時間っていうのがありまして、朝9時10時からだいたい23時ぐらいまでかな。で、三重県のみ12月31日の朝9時から38時間営業するよっていうお店がありまして、そこで24時間生配信実践をスクープ TV のチャンネルで行わせていただくというところまではいいんです。今からね、キング観光サウザンドイクワ店というところに行くんですけど、まだ12月29日の10時半なんですよね。これがね、10月30日の0時から並びが始まるよーっつって、早ない、始まるまでに33時間ぐらいあるんです。33時間パチンコ屋の駐車場で並ぶんです。なんでそんなことすんの、めっちゃしんどいな、やめたらいいのにって思うじゃないですか。ロマンがありまんね夢がそこにはあるので、今から並べに行きます。超極暖のヒートテック上下揃えまして、さらにジェラピケのめちゃめちゃ着心地のいいパジャマ家から持ってきまして、でユニクロのねウルトラライトダウンを×2、海外のアマゾンで頼んだ多分マイナス25度ぐらいも耐えれますよ的なやつかなの寝袋も買いまして、さらに下に敷くやつで、テントで、そのテントの中で編集とかしたいんで、このクソでかいモバイルバッテリーの戦闘力みたいなのあるじゃないですか。携帯用ってだいたい5000とか6000とかと思うんですけど、これ5万です。戦闘力5万のモバイルバッテリー、すごい高かった、もう1キロめちゃめちゃ重い。全然モバイルじゃない。俺今から山行くんとちゃうよな。パチンコ屋さん行くんよな、これ。これテント大丈夫かな、一人で組み立てられるかな。下手したらテント組み立てる間に年越してまうかもしれへん。ノーテントなんで人生。ノーテント。ワンテントか。なんか俺のテントだけでスイートフードみたいな。細すぎでしょ。これがオールナイトですよ。ちなみに去年は12月30日の朝9時の段階で200人並んでたそうです。ですでにもう12月30日の0時過ぎの時点で100人ぐらい並んでます。すごい。さあ無事にテントを建てられましてね、フォロワーさんの協力とかもあって、ほとんど僕何もしてないんですけど、雨の予報があって、ほな並びにテントいるやん思って建てて、で防水性能がめっちゃ高いテントを買ったんですよ。でよっしゃ防水バッチリやと思って、で今ちょっともう雨降ってきてるんですけど、バッチリやと思ったんやけど、スカスカやないこれ。めちゃめちゃ雨入ってくるこれ。とりあえずね、生配信を無事に終えるのが一番大事なことなんで、何回かスタッフの人と、ね、ちょっとだけ入れ替わったりするかもしれませんけども、だいたい僕が30時間ぐらい並びます。とりあえず寝よう。寝れるかなこれ。ものすごい雨です。で全然寝られてないんですけど、お店側の配慮で15時まで列を離れてもいいよということになりまして、正直言ってこのテント防水も防寒もしっかり準備してきただけあって完璧で、居心地いいっちゃいいんですけど、防御力があんまりなくて、そのすぐ真横にびしゃびしゃの段ボールがのしかかってきて、ちょっと冷たいんでお言葉に甘えて、どっか屋根のある場所に移動しようかなと思います。店側の配慮もしっかりされております。ずっと雨降ってて、昨日の夜からもうテントじゃなくてプールみたいになっとる。このまま降り続けたら歴史あるパチンコ屋の駐車場で世界初歴史あるかもしれへん。ここまで頑張ってんのもね、全部生配信のためなんで、12月31日の10時から生配信でね頑張るんで、しょうもない生配信にせんように頑張って並んでるんですけど、ちょっともう大丈夫かな、元気にやれてる自信ないんですけどよかったら見てください。もっといいテント買えばよかったな。俺のテントが今パチンコ屋に張ってるテントの中で一番小さいと思いますね。股間のテントの大きさには自信、よかったらもっといいテントを買えるようになるためにも寺井チャンネルの登録もよろしくお願いします。次の寺井チャンネルの配信で真っ黒なサムネイルに白い文字で大切なお知らせみたいな動画やったら、生配信中に寺井なんかあったなって思ってください。ではあとはもう何時間や、20時間ぐらいもう分からへん、ひたすら寝るだけなんで頑張ります。おやすみなさい。チャンネル登録してくれ